県によりますと、先月郡山市大瀬町の田んぼで見つかった大白鳥1羽の死骸から鳥インフルエンザウイルスが検出されました。県の簡易検査では陰性でしたが、その後の遺伝子検査で陽性が判明したということです。死骸が見つかった地点から半径3キロ圏内に養鶏場はなく、他に異常のある野鳥は確認されていません。県は重点区域に設定された半径10キロ圏内の野鳥の監視を強化するとともに、県民に冷静な行動を呼びかけています。